チリメンモンスターチリメンモンスターは、チリメンジャコやシラスに混じった、カタクチイワシ以外の生物の総称。略称は、チリモン。命名は、岸和田自然資料館、岸和田自然ともの会。学術用語ではない。シラス星やチリメンジャコの加工物に、他の生物が混入していることは、古くからあり、それを探すことを楽しむ層が存在していた。また、 以前より類似の実習が各地で行われていた。そのような中で、2004年8月の夏休みイベント、サイエンスフェスタで、チリメンモンスターという名をつけて、最初に実習を行ったのが、大阪府岸和田市にある岸和田、自然資料館、岸和田自然ともの会である。ワークショップが好評を得、その後、全国に、名が知られ、以後、各地で、同様のイベントを行われるときに、 この名称が使われることがある。ちりめんモンスターに分類される生物は、そのほとんどが、シラス漁の行われる海域に生息しているそこ、生内死遊泳性の動物で、各種の稚魚やエビ類やカニ類などの接足動物の、妖精が大部分を占めている。この実習の特徴は、手軽に海の生き物の多様性や分類に触れることが、できることである。 これら小さな生き物を取り扱う中で、海を守り、生き物たちが安心して、卵や子供を産み、また育っていく環境を作ることの大切さを気づかせる、ことも期待されている。材料、混じり物の多いチリメンジャコが適している。市販品でも、観察可能ではあるが、対象となる、混入生物はあらかた取り除かれているため、 チリメンジャコ製造業者や漁港で入手する方が、はるかに多くのものが得られる。例えば、株式会社金城より、実習用に使える資料も市販がされている。道具、チリメンモンスターを取り分ける皿、ピンセット、ルーペ、方法、種類を同定する、形を楽しむ、封入物を作るなど、様々である。同定方法チリモンのグループ分け。 チャートアジの仲間のチギアナゴの仲間のチギイカナゴの仲間のチギサバの仲間のチギタイの仲間のチギョタチウオのチギカサゴの仲間チギタツノオトシゴの仲間のチギカニエビ類のゾヤ妖精カニ類のメガロパ養成シャコのアリマ養成カヤシ類我からの仲間海の身の仲間イカの仲間タコの仲間ヨクソク類やムシルユニにの仲間クラゲの仲間階層図書等雑誌記事等新聞記事 風間美穂身近な素材で、自然学習ちりめんじゃこで、海の観察。フラウム。18、1から3。家門達夫の楽曲、小知民食生活編に、それに類するくだりがある。風間美穂身近な素材で、自然学習ちりめんじゃこで、海の観察。フラウム。18、1から3。ありがとうございます。